エディンバラはイギリス海軍のタウン級軽寿命館。エディンバラはスワンハンター社で1936年12月30日寄港。1938年3月31日に浸水し、1939年7月6日竣工した。第18巡洋艦船体に編入されるが、10月には第2巡洋艦船体に移った。9月は アイスランドシェトランド諸島間で商船の捜索、臨検に当たった。10月9日、軽巡洋艦サウサンプトン、グラスゴーと共に、北海で行動中、ドイツ軍 HE111 爆撃機による攻撃を受けた。10月16日、ロサイスで、再び HE111 の攻撃を受け、資金弾の破片で、死者2名負傷者5名が出た。 11月から1940年3月までは、北海で、戦団護衛に従事。11月23日、戦団護衛中の仮想巡洋艦ラワルピンディが、攻撃を受け撃沈された。エディンバラは、ドイツの通商破壊艦、巡洋戦艦、シャルンホルストの捜索に派遣されたが、捜索は、不成功に終わり、戦団護衛任務に戻った。3月17日、エディンバラは、 タイン川に到着し、10月28日まで長期間の修理を行った。修理後エディンバラは、再び第18巡洋艦船隊に編入された。11月18日、クライド川沿いのファスレーン海軍基地を離れ、フリータウンまで兵員を乗せた船団を護衛した後、11月12日にスカパフローに戻った。クリスマスの少し前、エディンバラは、北。 大西洋へ進出したと報告された、ドイツの通称破壊艦の捜索に参加した。捜索部隊は、巡洋戦艦、フット、エディンバラ特築艦、エレクトラ、エコー、エスカペード、コサックからなっていた。会場での一週間の捜索の後、報告が誤りであると判明し、大晦日に港に戻った。冬の間、エディンバラはいくつかの小規模な作戦に参加した。 その一つには1941年3月4日のクレーモア作戦の支援がある。この作戦は成功した連合軍によるドイツ占領下のロホーテン諸島攻撃である。その後は再び戦団護衛任務に就いた。エディンバラは WS7 戦団を中東まで護衛し、ジブラルタルで燃料補給をして4月15日にスカパフローに帰還した。それから、 デンマーク沿岸での嫌い不設を数度を支援した。エディンバラは、ドイツ戦艦、ビスマルクの追撃戦にも参加した。ビスケワンでの紹介中、1941年5月22日に、ドイツ戦員れ日を阻止した。それからエディンバラは、ビスマルクの推定位置へ向かうよう命じられたが、結局敵とは遭遇しなかった。6月1日、エディンバラは、 スカパフローを出撃し、大同休憩巡洋艦ハーマイオニーと交代して、デンマーク海峡の紹介につくよう命じられた。平穏無事に終わった、この任務後、中東行きの戦団 WS9 バイトの護衛を命じられた。7月初めにジブラルタルでドック入りした。その月の後半は、サブスタンス作戦に参加し7月24日にマルタに着いた。翌日、 ドイツ軍機の攻撃を受けるが損害はなく、クライド側に戻った。1941年8月、エディンバラは南アフリカのサイモンズタウンへ向かう WS10 戦断を護衛した。その後は再びハルバード作戦でマルタ行きの戦団を護衛9月28日にマルタに到着した。ジブラルタルに戻ったエディンバラは1941年10月1日に、 そこを出発してクライド川へ向かった。ファスレーンで修理を行い、エディンバラは再び本国艦隊に加わった。1941年12月、P96 船団と QP4 船団を護衛した。両船団とも無事に目的地に到着した。1942年1月から3月まで、エディンバラはタイで修理を行った。エディンバラは、 ソ連行きとソ連から戻る船団を護衛して3月28日にスカパフローに帰還。4月6日、エディンバラはスカパフローを出撃、ソ連行きの船団 PQ14 を護衛してソ連へ向かった。船団の船24隻のうち16隻は氷と悪天候のためアイスランドへ引き返し、1隻が U ボートに沈められた。4月19日に 残りの7隻とエディンバラはムルマンスクに到着した。4月28日、エディンバラはスチュワート・ボナム・カーター少々式の護衛部隊機関として17隻からなる q p 1 1戦団と共にコラ半島を離れた。4月30日、ドイツの潜水艦 U-456 はエディンバラの右舷側面に魚雷を命中させた。5回目の出撃であった。 U-456 は、ドイツ空軍の偵察機より、戦団の情報を得ていた。エディンバラは大きく傾いたが、上員は迅速に対応して、水密核壁を閉鎖し、艦がすぐに沈むことは避けられた。しかし、その直後に、タイヒエルと注意が放った第二者は、エディンバラの操舵装置を破壊し、行動を不能とした。エディンバラは栄光されて、 のろのろとムルマンスクに戻ろうと試みた。駆逐艦、フォアサイトと総会ってゴッサマー、ハリアー、ハッサーの3隻が同行した。途中、エディンバラはドイツの来撃機に絶えず、つきまとわれた。5月2日、ようやくノルウェーのベア島に差し掛かったところで、大型駆逐艦のヘルマン・シェーマンを含む3隻のドイツ、駆逐艦に襲われた。 栄光策を説いたエディンバラは円を描き始め、各方は故意に混乱を装ったが、まさにドイツ駆逐艦が攻撃しようとしたその時、エディンバラの手法は訪問を開いた。エディンバラの第二聖者はシェーマンを強査し、自沈処分にせざるを得ないほどの損害を与えた。同行した駆逐艦と総海艇がドイツ駆逐艦を追い払うまでに、エディンバラは狙いを外した魚雷にひかみなりした。 この魚雷は U-456 からの最初の魚雷のちょうど反対側に命中した。エディンバラは甲板の被覆剤と流骨のみによってかろうじて繋がっている状態となり、ついに乗員は大貫した。ゴッサマーが440名、ハリアーが約400名を収容した。56名の下士官兵と2名の士官が戦死した。総海底の積極的な行動は、 ドイツ海軍の状況判断を誤らせるほどのものであった。ハリアーはエディンバラを処分するために4インチ砲での射撃を命ぜられたが20発を要してもなお沈まなかった。爆雷を使用する試みもまた失敗に終わった。最終的にフォアサイトの雷撃によってエディンバラは沈んだ。沈没したエディンバラには連合国がソ連に送った。 軍需物資の代金として4.5トンの金地金が積み込まれていた。465個の金塊は93個の木箱に詰められ弾薬庫に収められていたが、そこは最初の魚雷が命中した右舷側面からそれほど遠くないところに位置していた。当時、積み込まれた金地金の価値は1547,080ポンド余りと見積もられていた。 1954年、イギリス政府は海外で活動していたリスドン・ビーズレイ社にエディンバラの引き上げ権を与えたが、計画は東西関係の政治的緊張によって頓挫した。1957年にエディンバラは異例地とされ、引き上げはより一層困難になった。1970年代後半になるとエディンバラは再び注目を集め、イギリス政府は 金の回収を望むようになっていった。これは引き上げが国庫に貴重な収入をもたらすからだけではなく不謹慎な引き上げ業者によってあるいはより悪いことにソ連によって引き上げられてしまう可能性が高まったからであった。1980年代の初め、ベテランのダイバー、キース・ジェソップが率いるジェソップマリン社がエディンバラの引き上げ計を獲得した。 ジェソップが契約を獲得したのは、切断機械とダイバーを組み合わせたその方法が、爆薬を使用する他の会社の方法よりも異例に配慮していると評価されたからであった。1981年4月、調査船ラムターが、ジェソップマリン社に代わって、バレンツ海の捜索を始めた。わずか10日後に、エディンバラのエ民の地が発見された。おおよそ北緯72度、東京35度、 水深245メートルの地点であった。ダムターは特殊な撮影装置を使用して、エディンバラの詳細な写真を撮影し、ジェソップは慎重な引き上げ計画を立てた。同じ年の8月30日に潜水支援艦ステファニトゥルムが開港され、引き上げ作業が本格的に開始された。何人かの負傷者は出たが、1981年9月15日に一人の ダイバーが弾薬庫に到達し、金の延べ棒を回収した。10月7日、悪天候によって潜水作業の中止を余儀なくされたが、それまでに465個中431個の金塊が回収された。現在の価値にして4300万ポンド以上となる。ありがとうございます。